Surmania ova やっぱりノイズとジャズの間のものじゃないかな、うん、だからすっごいギターテクニック持ってる人、うん、だからあのほとんどのノイズギタリストはあの、うん、ギターのテクニック持ってない人、うん、ただの、うん、なんていうかあの、うん、ハウリングだけ、うん、エレキ打楽器みたいなもの、うん、だから小野さんはもうちょっとギターのやり方詳しい人で、うんなんとかノイズ超えてのジャズの種類になると思いますね、うん、なんかこうヘビーメタルのギタリストでこう早弾きしたりとかいるじゃないですか、はい、あれのなんかこう究極の形っていうような気が僕はするんですけれどね、はいはいうんうん、普通のはあのサイレンとかじゃな、うん、だけじゃなくてあの右翼のサウンドトラックとか、うん、選挙の時に全く意味のない、うん、あの温かいご支援いただき誠にありがとうございますとか繰り返し全く意味ないものばかりで、うんうん、だから日本人は、うん、あの住むとこはないと佐藤さんの言ってた通りに、はいはいうん、あの空港のすぐ近くに住んでるとか、うん、住んでるとかね列車の線路にすぐ近くとか、うんうんノイズに対してのトレレンスは高いだけでそうね耐久力日本人あるかもしれないノイズに対してはね、うん